はい、じゃあ次 F 面です。これは何が変わったの？なんか見た感じか、どこが変わってるのかわからないんだけど、あ、そっちの方がなんか結構邪魔なものが増えたのかな、そんな気がしてきた。右側ですけど、あ、お邪魔があるね、やっぱり。そういうことか、しょうがないの、お約束の手数狙ってもいいんですけど、成功法でいきます。あー、ちょっと待って、腕のとこが違うんだけど、あー、やべ、間違えた、ちぎって OK。 F の2、色が減った、でも色が減っただけではないね、右側の視点があれになってるから。ちょっと待って、あれ、なんでくっつくし、あれだからくっつくとこが違うっての、ちぎる、あー、ちょっと待って、オッケー、危なかった。 F の3、おこれは多少お邪魔が増えて消しにくくなってる気がするな、結構消しにくい、普通よりも消しにくくなってるね、これ。え、ちょっと待って、白が来ないんだけど、なんで、ちぎりたかったんだけど、これどっけ、ちぎる、あれ、おい、え、今入ったの、ビビった、ちょっと思わぬ現象でびっくりしたんだけど。 F の4、これが何かあったの、あんま変わってない気がするんだけど、まあいいや、ちぎっちゃったし、くっつけちゃった、はい、OK です。まあこれは大丈夫だね、まあ15秒出てきたしね、処理落ちプラスでね。 F の5、これは色が減ったか、あー、ちょっと変な動きしないでくれ。まあでもロングが咲き方っす、まあそれに関しては前と同じ作戦なので、前なのかな、以前のパートどうやってたか覚えてないですけど。はい、では J 面に行きます。これは、お邪魔が増えた感じかな、そんな気がしてきた。さあ、いけるか、あれ全然ダメだった、やっぱあそこくっつけちゃったからか、ちょっと待って、やだ、これ無理だな、厳しいぞこれ、あーれ、ちょっと角度の感覚も微妙に鈍ってはいるんだけど、だってこれ、あ、もうダメですね、アウトです。だってこれただなんかでも処理落ち起きるんだもん、収録しててJ の2、あ、J の2じゃね、勘違い持つ、とりあえずガイド付きですけど、まあ、お約束の点、あ、まだ狙えないよ、これじゃ、こうしといて、OK。まあ、こんな感じですね。J の2。レインボーバグが1個増えただけじゃね？おぉ、ちぎれた。こうして、あれ？なんかどうやったらちぎれるのかいまいちわかんないや。おっ。あ、また処理落ちした。チェーンの3、バースフィード。形が思いっきり違うな、見ても分かる通り。
ちょっと待って、赤をつけたい。まあ、ゆらゆら揺れるのはデフォですけど。あ、赤出ないじゃん、よく考えた。バカチンが。あれ？あ、うわ、嘘つんだ。そういうことか。これは騙された。これ最初赤全く出ないんですよ、これ。うわー、これはひどい。これはひどい。ちょっと待って。こうしてこうですね。うわー、これは騙された、マジで。G の4。うわ、レインボーバグが増えてる。お邪魔の位置も微妙に変わってるってことか、と。まあいいや。ちょっと待って。なかなか、なかなか、手間取りますね、これ。ちぎって、こうで、ああ、やべ、間違えた。ああ、今ちぎれたんだ。ちょっと待って。うわ、積んだ。なんか厄介だな、結構。うわあ、ちょっと待って。っていうか、どこがどうちぎれるのかが全くわかんない、これ。いや、ルール、ちぎりのルールぐらいわかりますけど、ここ消したら、そこがちぎるっていう予想が全く、できない。全くではないけど、しにくい、すごい。そんな印象がありますけど、このステージ。ここ押しといて、あ、なんか変な無駄なことをした。こうやって、うわぁ、これは、さすがマニアだ。J の5、色が減った。このステージ結構トラウマだからな、色減ると困る。しかも赤は全く出てこない、今は。ちょっと待って。こうしといて、消して。うわ、怖い。こうして、ちょっと段を減らすことに意識を置いた方がいいとは思うんだけどね、これ。あ、そうだった。で、ちょっと待って。これはどうすればいいの？あ、もう無理か。やっぱりこれは難しい。普通でも難しかったけどね。テイク2、ゴー。これはガイドないと厳しいなぁ。紫かオレンジ狙うかって落としとかないといけないから。これ微調整ないと無理なの？ちぎって、こうしといて、チクつけた方がいいか。で、これでクリア。難しい。